皆さんこんにちは、小葉翔です。今回はですね、テーマとしては、ふるさと納税の話なんですけれども、実際ちょっと、いろいろやってみて、自分の気持ちがこれどこに持ってったらいいのっていう、今状況になったので、今日ちょっと雑談形式でお話をしたいと思います。ふるさと納税の話なんですが、ふるさと納税がどうこうというより、その後ろ側の話に、もし良ければ注目していただければと思うんですけども、高校生とかでね、わからない方もいるかもしれないんで、簡単にめちゃめちゃ浅く説明をするとですね、ふるさと納税っていうものがありまして、僕が今住んでいる地域とかに、払っていた税金っていうのを、他の地域にも税金払いますよと。ね、今までここにしか払ってなかったものを別の地域にも払えますよっていう制度なんです。ただ、別の地域に払うメリットないじゃん。ね、こっちの手続きが厄介なだけじゃん。っていうのがあったんで、じゃあね、そういう寄付してくれたお礼みたいなものを用意してもいいですよっていうのが、始まりなんですよ。で、寄付してくれたお礼を用意してもいいということになると、当然ですけれども、すごくそのお礼がいっぱい、もしくは豪華、もしくは非常に人気なものっていうのを用意できる場所と、全然そういうものができない、市区町村によって、差が開くわけじゃないですか。で、それはですね、非常に数値的に顕著な差になって、めちゃめちゃ、その、寄付金って言うんですけども、お金を集めている、市区町村と、集めてないとこが、出てきたわけですね。で、その中でも、総務省的にですね、総務省お国のですね、ところですから、総務省的にここはちょっとやりすぎだろうみたいなところが4つあったんです。で、その中に、例えば、泉佐野市とか、あと、宮城町とか、ふるさと納税やったことある人からすれば、その有名な、だから、行ったこともないし、ぶっちゃけ地図でどこかもよくわかんないけど、その、ふるさと納税っていうのはね、もうわざわざ書類がこうとかいらないんですよ、基本的には。インターネット上でね、申し込むみたいな。ね、それこそ Amazon で買い物するのの、もうちょっとめんどくさいぐらいの手順で、買えるというか、寄付ができたりしてしまうので、結構便利。その分ちょっとね、細かく言うと、確定申告とか、もしくはその、ワンストップ税制みたいなものを使わなきゃいけなかったりして、ちょっと裏には手続きがあるんだけれども、基本的にその寄付をすること自体っていうのは結構簡単にできる。だからその、泉佐野市とか宮城町のこと知ってる方多いと思うんですけど、今回その4つの町が、もうお前らダメだよっていうことで、寄付をね、受けることができなくなった。厳密には受けられないわけじゃないんですけれども、受けた寄付っていうのが、その、寄付をした人にとって、その税金の対象にならない。ただの支出になっちゃう状況っていうような感じなんですよ。で、今回ね、総務省と泉佐野市の考え方っていうのも、それぞれ理解はできるんですよ。やっぱり泉佐野市からすれば、いや何をしようと別に明確な、ね、こうしなさいっていう法律があって、それに基づいてね、自分たちがルール違反をして、それでどうのこうのじゃなくて、総務省の後出しじゃんけんでこういうやり方にしましょうみたいなもので、ね、それで自分たちが指定を外されて、ふざけるなっていう気持ちもあると思うし、総務省からすれば、いやいや、お前らがやってるのはふるさと納税じゃないじゃんとね、それこそ Amazon ギフトカード配ったりとか、めちゃめちゃな返礼率のものを渡したりとかして、要はもうとりあえず金稼ぎみたいになってんじゃんみたいなね。それこそネットの SEO ゲームじゃないけど、いかに検索に引っ掛けて寄付を集めるかみたいな、そっちのゲームになっちゃっておかしいやんと、趣旨と違うでしょっていうね、そういう、それぞれの言い分はわかるんです。わかるんですが、やっぱり彼らからすればね、それこそ、市区町村の生存がかかってるわけですよ。言ってしまえば、他の市区町村にお金が回らなかったとしても、自分たちの地域にお金を引き込みたいわけじゃないですか。それこそ市長とか、町の人たちはね。それで自分たちが、豊かになればいいと言い切ってしまうのはどうかとは思うけれども、でも、気持ちはでもそうじゃないですか。それこそ、泉佐野市とかどうかわからないけど、やっぱ田舎になれば、本当にそういう気持ちを持ってても、おかしくはないと僕は思うんですよ。本当にもう、このままじゃ、うちはやばいから、ね、ちょっと返礼率頑張ったとしても、お金を集めてね、住みやすくしてからやばいみたいな、気持ちはすごいわかる、僕はね。だけど、そのやり方とか、そういったものも、やっぱりもともと、ちゃんとやっぱルールがしてなかった部分あると思うんですね。だから、彼らが明確に何かのルールを破ったりとか、明確にやってはいけないと決まっていたものにめちゃめちゃ手を出したとか、そういうわけでは僕はないと思うから、その指定された市区町村から外れてしまうというのはどうなんだろうっていう気持ちはすごいあるんですよ。で、僕自身としては、まあ別にそのね、政治の専門家でもないし、地方自治の専門家でもないけれども、やっぱりもともとふるさと納税というもののルールとしては、なんていうんですかね、やっぱいかにね、寄付を集めるかっていう競争をしていいよっていうルールになってたはずなんですよ。で、それをやってみた後、やっぱり、その、まあ、ルールの合間を縫ったじゃないけど、まあね、とんでもないことをしだした人たちがいたと、ちょっとまあ問題児がいたということであれば、やっぱりそういう、なんか自分たちの、なんて枠組みできちんと抑えられるような、ルールができなかった側の責任もあると思うんですよね。ただ国として、じゃあ僕ら失敗したんで、すいません、ルールこれにさせてくださいって謝れないから、まあそういう風に祭り上げてね、攻撃するしかないのかなみたいな。なんかそういう、まあ嫌なやり方、お互いのっていうのも、まあ非常に感じるし、まあただ個人的にははっきり言ってしまえば、一消費者としてですよ。まあ比較的僕はですね、まあありがたいことに普通の方よりは多く税金を払っている立場なので、ふるさと納税もですね、毎年、まあ、おそらく普通の方よりは、まあ、多くの金額をやっていると思います。まあ、僕は大体本当に自分の年収に対して、まあ、ギリギリぐらいまで、寄付をするんですけれども、ね、それこそ今までデジカメとかだっていただいたし、大量の食材もいただいたし、ね、商品券をいただくこともあったし、その商品券で長物買ったりもね、今までしてきたし、非常に、お世話にはなっていますので、毎年やるし、仮に、その新しいルールで 30% ルールみたいなのできるのかもしんないけど、まあ、だとしても、まあ多分僕はやると思うんです。うん。なので、そこは変わらないんだけど、なんか、ちょうどね、この5月の終わりぐらい、もうこれ撮ってるの5月の終わりで、動画に出るのは6月ぐらいになると思うから、だからあえて言うんですけど、その、泉佐野市がですね、まあ、直接、その寄付を募集していて、で、めちゃくちゃな返礼率でやってるって話を聞いたんですよ、知り合いから。で、あ、そうなんだと思って、まあ、インターネットで検索してみたんです。それが本当に今日さっきの時間なんですけど、本当に5月31日、つまりその、ね、総務省からの指定が外されちゃうね、直前までやってるということで、まあ、見てみたんですね。で、本当に今日まだ、まあ、別に今日5月31日じゃないですけど、まあ、ギリギリのタイミングでね、20何日とかのタイミングで今やってたわけですけど、まあ、すごいね、もうサイトが、総務省に対する、意見発信が、ものすごいんですよ。思想が強いというかね、僕らはこう考えてます、みたいなのがすごい出てて、まあでも、そこまで言える自治体ってないじゃないですか。どう思いますかね、皆さん。もちろん、ね、まあ考え方次第なのかもしれないけど、やっぱりそこまで自分たちの考えをね、ドカンって言える自治体僕ないと思っていて、そういう意味でね、あ、まあ彼らは彼らなりのね、哲学があるんだなってことを僕すごい感じたんです、そこのサイトを見て。で、まあ、正直その、寄付っていうのは1月1日から12月の31日までにやればいいので、まあ、いつやったっていいんですけど、まあ、たまたまね、まあ今回そういうのを見たし、まあ以前僕も実はその泉佐野市に寄付をしたこともあったので、まあじゃあね、寄付をしてみようかなっていうふうに思ったんです。で、そしたらすごい返礼率になってて、いくつかそのパターンがあるんですけど、その、例えば、まあ1万円っていうものはなかったんですけど、仮に1万円っていうものがあったら、まあ、そもそも商品がの価値が3割ぐらい。ね。で、それプラスさらに Amazon ポイントだかギフトカードだかを 30% つけますよみたいな。だいたい6割分ぐらい返礼しますよみたいな、コースだったり、それこそ商品が 20% 分、Amazon が 40% 分だ、1万円だったら6000回しますよみたいなものとか、あとは商品がなんか5割だか6割分で Amazon が 10% みたいな、そのとんでもないのもあって、やばいなこの人たちと。いやもうだから、6月以降、もうね、寄付されない前提で、もうな、勝負いってんなと思って。でもなんかその勝負の出方っていうのは、なんかちょっと、まあわかんないですよ。わかんないけど、なんか熱いものを感じたんですよ、僕は。あ、そこまでやるんだって。自治体がですよ、自治体ですよ。なんかどっかの中小企業とか、どっかのインフルエンサーがなんか頭爆発して言ってるんじゃなくて、自治体がやってんだから、これはすごいなと思って。だから寄付しようと思って見ててね、僕もその Amazon 40% かななんかのやつを申し込んだんですよ。で、わからないんだけど、もう、その僕ね、毎回毎回ね、いっぱい寄付するの嫌なんですよ。要はその、領収書が大量になったりとか、してしまうので、もう一気にね、もうまとめて1回で寄付したいか、まあせいぜい年に2回ぐらいにしか分けたくないんですよ。でも今回せっかくだから、ね、Amazon のポイントだからギフトカードももらえるし、もう自分の今年1年分の寄付額を泉佐野市に寄付しちゃおうって思ったんですよ。で、さっき30分くらい商品を選んでね、もうちょっとかかったかな、1時間くらいかかったかもしれないけど、まあ夜中にね、これ動画撮ってるんですけどね、さっき商品を選んでたんですよ。で、まあじゃあもうこれにしようみたいな感じでね、で、いろんな商品あって、なんかこう、お茶とかね、ペットボトルのね、お茶とか、なんかこう、お肉とか冷凍の、まあ、こう普段ね、まあ妻ともこう食べたり飲んだりできるのもいろいろ選んでですね、まあそれいただこうと思ったんですよ。そしたら申し込みボタンを押したら、止まっちゃってですね、そのサイトが。で、まあ、なんかこう、タイムアウトみたいな感じになって、申し込めなかったんですよ。ああ、でもなんか、時間かけちゃったからなとか思って、でも一回やり直したんですけども、ダメで、これなんだよって思って。で、実はね、その後3回か4回ぐらいいろいろ試したんですけど、できなくて、だから30分ぐらい、さらにプラスアルファでね、30分ぐらい悪戦苦闘して、俺の気持ちどこに向かってんのみたいな、ちょっと思っちゃって今これ動画撮ってるんですよ。で、やっぱりふるさと納税のね、いい悪いもまああるだろうし、じゃあ僕らはこうですみたいなね、もう熱いメッセージをウェブサイトに載せて寄付を募るみたいな。で、それこそ、ふるさと納税ってさっき言ったように Amazon みたいな、ポータルサイトが、あるんですよ。まあ、いくつかあるんですけど、そういうポータルサイトにの掲示をすると、ポータルサイトみたいなところに、まあ、手数料取られるんですよ。当然ですけどね。そうするとやっぱりこう、自治体としての手取りが減るから、泉佐野市は自分たちで直接、ポータルサイトというか、自分たちのサイトの中で決済はまあ、Yahoo なんだけど、自分たちのサイトの中で申し込みまで持ってくるみたいなことをまあ、やっていて、まあ、それを自分たちでやって、よりこう、経費を削減する分、皆さんに還元しますよ、みたいな。まあ、ことすら言ってて、なんかさ、めっちゃ細かくね、いろんなルールのこととかもね、ホームページに書いてあって、まあ熱いことを感じたんだけど、申し込めないんだけどっていう、申し込めないんですけどっていうのがですね、ありまして、これ何の理由がわかんないんですよ。もしかしたら、なんか、思いというかね、いろんな方が殺到してるから、まあでも夜中なんだけどね、土日の、まあ、土日だからかもわかんないけど、夜中なんで、そんなに殺到してるとは思わないんだけど、別にサイトはね、普通に閲覧する分には全然重くなかったですよ。ただなんか申し込むとこはできなかったんですよね。だから、これなんでだろうなっていうふうに思ったりしたんですけど、まあなので、まあ皆さんもですね、ふるさと納税、まあこれからする方もいるだろうし、もしかしたら、そういうね、泉佐野市みたいなところに、まあされる方もいるかもしれないし、まあ場合によってはね、まだ学生さんとかで、いや、ふるさと納税とか、税金のこととか知らねえよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあぜひですね、そういったことちょっと調べてみてはいかがでしょうか。まあ実際いろんなね、ルールが世の中的に始まってるんですけど、結構うまくいってないこととか、まあ後出しじゃんけんみたいなこともあって、各自がね、それぞれ主張してるなというふうに思います。ただ、まあ、結構僕としてはですね、寄付金をたくさん集めた自治体っていうのが、じゃあね、指定みたいなものを外されて失敗だったかっていうと、そうでもないんじゃないかなっていうのは正直感じてます。短期間で一気にドカンって他の自治体の何倍も金額を集めて、逆にね、指定をされなくなった場合、なんていうのかな、その業務をやらなくていい期間っていうのができるので、ね、業者への委託とか、まあ手間とかっていうのが減らせますから、まあ短期間にいっぱい稼いだって思えばいいんじゃないかなって僕個人としては感じました。だから彼らの戦略が失敗かどうかもわからないし、それこそ2年後、このふるさと納税のルールがどうなってるかわからないわけだから、ただただ総務省に従ってですね、まあ金魚の糞みたいにくっついていくことがいいことなのかっていうのはわからないと僕は思ってます。あとはですね、僕個人としてやっぱ感じているのは、まあ、これから泉佐野市がどういう戦略を取るのかわからないんだけど、そういうところはですね、正直もう赤字覚悟で返礼品配ってもいいんじゃないかなというふうに思います。自分たちの直接のサイトにどんどん登録させて、まあ、赤字とは言わないけど、相当黒が薄い段階でも、もう何でもいいからばらまきしちゃえば、もうそこに会員が登録できるじゃないですか。だからそのまあ名簿を持って、例えば、ふるさと納税ではないけれども何かの PR を打ったりとか、そういったものに今後使っていくと思うんです、多分ね。思うんですけど、まあ僕も多分そういう風にやっていくんだろうなって気がしています。はい。そんなわけでですね、今後、ふるさと納税もそうだし、いろんなね、社会的な、なんていうのかな、自治体もそう、政治もそう、動きあると思うんですけど、ただやっぱりね、一番大事なことはね、ちゃんとね、申し込めっていうんだったら申し込める状態にしておいてくれということでございます。はい。というわけで本日の動画は以上でございます。愚痴みたいになって申し訳ないんですけれども、ちょっと物申す動画でした。はい。外でピーポーピーポー言ってますので、はい。動画も終わりにしたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。この度私が就活イベントに登壇することになりました。その名もガチドラです。ガチドラとはどんなイベントなのでしょうか？はい。就活生の方向けの企業マッチングイベントです。なんと、企業がドラフトを行い、皆さんのことを指名します。面白そうなイベントですね。小林さんはいつ登場するのでしょうか？6月の22日、7月の20日など、おおよそ月に1回登壇させていただきます。詳細は概要欄に説明の動画をリンク置いておきますので、ぜひご覧ください。毎回定員制になっていますので、早めに申し込みするといいかなと思います。それでは皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。